皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。長年にわたり高い人気を誇る昭和を代表する二枚目俳優の三浦友和さん、さまざまな役柄を演じ分け、今でも日本を代表する俳優の一人として映画やドラマには欠かせない存在となっています。現在はあまり見なくなったとの声もありますが、2022年だけでも映画は3本、ドラマにも1本出演していますので、現在もまだまだ現役で活躍されています。昭和スターの中でも今もここまで現役で活躍している俳優は他にはいないのではないでしょうか。2021年7月、日本でも公開された中国映画東人街探偵東京ミッションではヤクザの組長役で出演されていました。この映画は中国最速となる興行収入30億元突破記録を達成し、全世界オープニング興行収入歴代ナンバーワンを樹立するなど、数々の記録を塗り替える歴史的超ヒット作です。さらに2022年12月16日に公開予定の映画稽古目を澄ませてにも出演しており、この映画は2022年2月に開催された第72回ベルリン国際映画祭のエンカウンターズ部門に出品されている話題作です。今回はそんな三浦友和さんの生い立ちや妻の桃江さん、二人の息子さんの意外な素顔に加えて豪邸売却の噂についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは三浦友和さんのプロフィールからご紹介します。本名三浦実、生年月日1952年1月28日身長178センチメートル、出身地山梨県塩山市。三浦友和さんは1972年の20歳の春、テレビドラマシークレット舞台で俳優デビューしています。その後も次々と仕事が舞い込むという幸運に恵まれており、妻となる山口百恵さんと共演した作品は次々とヒットし、ゴールデンコンビと呼ばれて世間でも大きく騒がれました。しかし2022年で俳優デビュー50年の三浦友和さんにも不遇の時代があったのです。そんな不遇の時代を支え続けたのが妻である山口百恵さんです。三浦友和さんは都心と比べ緑も多く雰囲気も落ち着いており、子育てにも適しているという理由から東京都国立市に美術館のような白い外装の豪邸を建てました。側近ではなく34年ローンで建てたそうです。その不遇の時代、三浦友和さんは自宅の売却も考えていたそうなのです。その時山口百恵さんに10万円なら10万円の生活、1000円なら1000円の生活をするだけよという言葉をもらったと言われています。そんな言葉をかけられた三浦友和さんは、もうやるしかない、大丈夫、後ろ盾には妻がいると役者としてもう一度奮起したそうです。その後は1985年の台風クラブや2009年の沈まぬ太陽など数多くの映画やテレビドラマに出演され、幅広い演技が高く評価されています。妻の山口百恵さんとの絆はこれを機にさらに強くなっていったそうです。結婚してから一度も喧嘩をしたことはないと公言している三浦夫妻は、誰からも羨まれるおしどり夫婦です。明治安田生命が実施している理想の有名人夫婦ランキングで15年連続1位を獲得し、2020年ついに殿堂入りを果たしています。自宅の敷地内の別棟には三浦友和さんのご両親もお住まいになっているそうです。ご両親とも認知症などはありませんが、90歳を超えていることもあり要介護1の状態とのこと。山口百恵さんは主婦業と並行してデイサービスなども活用しながら、三浦友和さんの父母の身の回りのお世話を完璧にこなしているそうです。一般的には一人で介護を抱え込んで思い詰めてしまう人が多いと言われている介護生活、山口百恵さんが介護に励めるのは、三浦友和さんや親族の方たちが感謝の気持ちを日常的に伝えているからなのではないでしょうか。三浦友和さんは山口百恵さんへの気持ちを、介護で自分の時間が削られるだけでもストレスになっているはずですから、ここは相性で済ませずありがたく思っていると言葉に出して伝えています。なるべく妻が楽に介護できるようにしたい、それが夫の務めです。下の世話が始まったら施設に入れることも今から考えています。
と言葉に出して感謝を伝えているそうです。きちんと思いを伝え合う、これがいい夫婦の理想とも言えますね。そんなお二人が初めて出会ったのは1974年、桜の名所として有名な東京都世田谷区の砧公園で行われたグリコ・プリッツの CM 撮影です。この時の山口百恵さんの三浦友和さんに対する第一印象は、公園で練習している選手みたいという程度のものだったようです。他にもいくつか CM の共演をしており、セシルチョコの CM やスカイアイスなどの CM にも2人一緒に出演しています。そしてその出会った年に山口百恵さんは伊豆の踊り子で映画初主演を務めます。その相手役には三浦友和さんが選ばれたのでした。実は山口百恵さんの相手役は一般公募での募集だったそうです。グリコの CM を見た西川克実監督が三浦友和さんを気に入り、オーディションの最終選考の中に三浦友和さんの書類を入れたと言われています。それほど初めての CM で共演した時から山口百恵さんと三浦友和さんはお似合いだったのでしょう。翌年の1975年、当時16歳の山口百恵さんは映画潮騒で再度三浦友和さんと共演しています。この映画の撮影の頃から単なる共演者としてではなく、三浦友和さんを一人の男性として意識し始めていたそうです。山口百恵さんは自叙伝青い時の中で、いつの間にか私の目は彼を追うようになっていた、もうすでに彼を一人の異性として意識していたと三浦友和さんへの思いを明かしています。そしてその後も1975年、絶唱、1976年風立ちぬと春金賞、1975年から1980年、赤いシリーズで三浦友和さんと何度も共演が続きます。彼の胸に顔を埋めるシーンで、厚手のセーターを通して私の耳に響いてくる彼の鼓動を聞きながら、この鼓動を特別の意識を持って聞くことのできる女性に私がなれたらと思ったと、山口百恵さんの三浦友和さんへの思いはますます強くなっていったようなのです。山口百恵さんの思いが通じたのか、当時17歳の山口百恵さんは三浦友和さんから電話番号を書いた紙を渡されます。しかし山口百恵さんはなかなか電話することができませんでした。半年経ってようやく電話することができたそうです。そして山口百恵さんが18歳になったばかりの頃、2人は交際に発展しました。ゴールデンコンビと呼ばれていた2人はついに本当のカップルになったのです。こんなに共演していても現場では役者としてお互い本当の気持ちは隠していたのですね。1979年10月20日、山口百恵さんはスクープされた翌日の大阪厚生年金会館のリサイタルで、最近週刊誌などで騒がれていますがと三浦友和さんとの恋人宣言をしたのです。そして翌年の1980年3月7日には婚約と芸能界引退を発表しました。10月5日に行われた最後のコンサートでは、私のわがまま許してくれてありがとう、幸せになりますとメッセージを言い残し、マイクをステージの上に置いて静かに歩み去るという伝説の引退で、山口百恵さんは芸能界を去りました。その後1980年11月19日に結婚式を挙げ、1984年4月に第一子の三浦雄太郎さん、1985年11月に第二子の三浦貴弘さんを出産し、主婦業と子育てに専念されています。大人気のままで芸能界をきっぱりと引退した山口百恵さんは、長男の幼稚園の通園のために自動車教習所に通い始めると、マスコミが教習所の周りを取り囲んでしまいます。そこで三浦友和さんが人権擁護局に助けを求め、同局の注意喚起によりマスコミは来なくなりました。しかし長男の入園式の時に再び自宅や幼稚園を取り囲まれてしまいます。さらに強引にレンズを向けられ、怯えている長男の姿を見た山口百恵さんは激怒し、車を降りてカメラマンを平手打ちしたと言われています。後に三浦友和さんは、プライバシーが脅かされる生活について、私はこれ以上芸能界にいたことを後悔したくないと山口百恵さんが漏らしていたことを明かしています。芸能活動をしていた以上、ある程度のマスコミからの追及は
仕方がないことなのですが、山口百恵さんは子供たちには辛い思いをさせたくないという思いが強く、何より愛人の子として育ってきた山口百恵さん自身が人一倍温かい家庭に対し憧れがあるようだったのです。これほどまでに山口百恵さんがマスコミによる家庭生活への介入を嫌がるのは、自身が幼い頃に辛い家庭環境で育ったことが大きく影響しているようです。デビュー当時、山口百恵さんの家庭は母子家庭で、母親と妹の3人暮らしと言われていました。相当困窮した生活を送っていたようで、山口百恵さんも小学生の頃から新聞配達のアルバイトをしたり、生活保護を受けながら暮らしていたと言われています。実は山口百恵さんの母親と父親は愛人関係で、父親は本妻と本妻の子供と暮らしていたそうなのです。山口百恵さんの父親は、母親が身ごもった際には責任を持ってきちんとしますと宣言したにもかかわらず、本妻と離婚することはなく、経済的な援助も行っていなかったとのこと。そのため母子家庭のような家庭で育っています。山口百恵さんが芸能人となり成功を収めると、実の父親としての立場を悪用し、事務所からお金を借りたり、山口百恵さん自身にも金を無心したと言われています。その父親がずっと迷惑をかけてきて、お金をせびってきたそうです。さらに山口百恵さんが有名人になった途端に親権を主張し、裁判まで起こしているので、幸せな家庭を作りたいという思いは人一倍だったかと思います。最終的に山口百恵さんは稼いだ金銭を父親に渡して、親子の縁を切ったそうです。三浦友和さんと山口百恵さんの間には2人の子供がいます。長男三浦雄太郎さんはシンガーソングライターとして活動しています。シングル旅立ちなど数々の楽曲をリリースしており、バラエティ番組や CM などでも活躍しています。次男の三浦貴大さんは俳優として活躍しています。映画永遠のゼロや高嶺の花など数々の映画やドラマに出演。長男の三浦雄太郎さんは2018年11月29日放送のバラエティ番組桜井有吉ザ夜会に出演した際、三浦友和さんはお笑いが好きで、雄太郎さんが実家に帰った時には第一声がこの前の M1 見たかって、そのぐらい好きですねと明かしています。三浦友和さんは夫婦生活の幸せの秘訣があるとすれば、半分は自分のために、もう半分は身近な人のために生きることなのではないかと話していたこともあります。長きにわたり円満な家庭生活を送られており、数多くの作品で唯一無二の存在感を放つ三浦友和さん、これからも夫婦仲良く仕事での活躍もお祈りしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。